はい、しめじです。今日はですね、スマホアプリのダニエル今はボーリング場よをやっていきたいと思います。謎のタイトルですけども、おそらくこのボーリング場の、待合ですかね。で、まあ今か今かと何かを待っている、ムキムキのスキンヘッドの外人さんがダニエルだとは思うんですけども、私ボーリングはあまり得意ではないんですけども、まあゲームなんでね、一度やっていきたいと思います。プレイ。ステージ選択がありますね。とりあえずはステージ1しかまだできないみたい。いっぱいあるな、おい。100までかな？いや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 、いっぱいあるよ。100、200かな？ 200 まだあんのか。250まである。ダニエルアタックと、ダニエル更衣室を除く。まあ、とりあえず、ステージ1からやっていきましょうか。全然やり方分かってないですけども、一回やってみましょう。どうぞ。はい、ロード中もね、ボーリングの球が、ダニエル、ここはボーリング場よ。おかしいね。これはどうするんだろう。スライドかな？よいしょ。あ、いいよいいよ。ダニエル一番邪魔なとこにいるな。スリーピンズ、3ピン。これは、横にやるとカーブが、あ、無理か。隣まで行ったけど。ダニエル邪魔だわ。ステージ1クリア。思い知ったか、ダニエル。クリア？なんでなんで？なんかわかんないですけど、クリアしました。次へ。1個でも倒せばいいのかな？じゃあ、ダニエル更衣室をちょっと覗きましょうか。わーいって言ってるけど。ストライクを取ればダイヤをゲットできるよ。なるほど。変身するってなんだろう。押せないや。まだ押せないのかな。あ、なるほど。なんかいろいろ稼い、あ、変身してる。ちゃんと見れないけど。あ、ダニエルの着せ替えができるってことですね。よし、じゃあ行きましょう。プレイ。ステージ2、総合3ピン？ん？なんだろう。総合3ピンか。3個しか倒してないもんね。邪魔だな。こっちかな。無理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 。邪魔。走ってくんなよ。走ってくんなよ、ダニエル。こうか。違うな。難しいな。これ、ダニエルを避けつつ、カーブとかってどうかけるんだろう。ステージ2クリアならず、底のけダニエル。リトライしよう。これはどうしたらいいんだろう。あれ、なんだなんだ、今どうなった、変な動きしたけど。こうか。よし、行こう行こう行こう、行くぞ。よっ、こう。ちょっと待て待て待て、惜しいな。カーブをちょいがけで。いや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 、なんかわかんないけど抜けてった。ちょっとだけカーブかけたら抜けたよ。こうかな。違う。全然わからん。わかんねえこれ。でもピン倒したからいけんのかな。今のは良かったぜ、ダニエル。クリアしました。はい、次行きましょう。ステージ3。 どうした、ダニエル。埋まってるけど、そのまま埋まっといてね。絶対出てくんなよ。おっと、びっくりしたわ。出てくんのかなと思ってたんだけど、なんか顔がでかくなった。頭がこれ。痛いでしょう、痛いでしょうに、ダニエル。大丈夫？カーブのかけ方がちょっとわかんない。ガーターになっちゃう。こう。いけいけ。あ、なんだこれ。これ投げた後も動かせるんだ。ボーリングの球をこう、ちょっとそれでも難しいな。分かった。お、星3もゲットした。やったね。うわ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 。ダニエル、
もう人間じゃなくなってるけど、ダニエル。さっき頭がでかくなった時からなんとなく思ってたけど、もう人間じゃない。ああ。気持ち悪い。こうかな。てい。こうしてこうだよ。こう、そう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 。ああ。こうやって避けて、こう。よっしゃー。挙動が難しいけど、ずっとボールを押さえといて、指でね。で、こう避け、避け、いけ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 。ダニエルにはだいぶダメージを与えたと思う。行こう行こう。次行こう。思い知ったか、ダニエル。はい、ステージ5。これすごいいっぱいあるなぁ。どうした、ダニエルいないよ。ダニエルいないよ。どこだ、どっから出てこる、あいつ。行くぞ。痛い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 、いけ、よしよしよし。これね、うまく全部倒せてないんですけど、ちょっと難しいんですよ、本当に挙動がね。あの辺に出てきたよね、真ん中あたりに。そしたらこのまま避けてこう、いいんじゃない。ストライク難しいな。ステージ6、もうちょっとお腹いっぱいな2人になってる。増殖してるじゃん、ダニエル。どこ通すこれ。真ん中、ああ走ってきた。よし行け。ああ、ガタンやったよ。びっくりした。右のやつは走ってくるんだ。右のやつは走ってくるから、それを避けて、よし、オッケー。左のやつは仕事しないんだね。はい、次行こう。どうだ、ダニエル。よっしゃー、2人は変わらずだけど、飛んでるね。飛んでるのはでもあんま意味ないよね。避ければいいんだから。こうして、こうして、ああ早めに、早めに右へ行っといて、ああ行くよ。よいしょ。こうして、こうして、こう。あ、しまった。切り返し しすぎた。倒したい。こう。よっしゃー。もうストライクなんか狙わないよ。もう1本でも倒せばいいんだからね。ステージ8。10ぐらいまでやろうかな。250もあるからね。はい。手足を開いて立ってるだけだけど動くんだろうな、ダニエル。真ん中通せるかな。うわー、分裂した。分裂したよ。分裂したやつの股の間を通せばいいのかな。こうだ。こう、あれ、難しいな。こうして、こうし、あれ？行けよ行けよ、行って行って。こうして、こう。ダメだな。こうして、こうして、行くよ。集中していくよ。ステージ10までは行きたいからね。よいしょ。こう。違う。あれ？でもガターに一回行って戻ってくるのもありかな。そんなボーリングないしね。無理だよね。真ん中も無理だよね。あ、抜けた。よし、よしって言った。めっちゃ嬉しい。あと2つ。ダニさん、あー、やだな。これまっすぐになってる時に行けってことだよね、手がね。縦になってる時にね。よいしょ。あー、しまった、間違えた。あ、当たっちゃった。痛い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 。当たっちゃうな。難しいな。ちょっと待って、タイミング間違えた。ここ無理か。これ、ね、自分の指でボールが見えないんだよね。よいしょ。今だよ。ダメだ、左側を行った方がいいな。右側行くと、指でボールが見えなくなっちゃうから。ここ、あ、当たっちゃうな。お、どうしたどうしたどうした。やった、そんなこともあるんですね。やったね、ダニエル。お前最高だぜ。そうだな、ある意味最高だぜ。次行きましょう。よし、
最終ステージですね自分の中で最終ステージね。はい、行きましょう。もう3人に増えたわ。これはタイミングですよね。難しいなこれ。ここかな。今です。やべ、あーよかったよかったよかった。あれで最後切り返せばいいんだから、まっすぐ行って帰ってこい。よし、6ピンやりました。全10ステージ、嘘ですけど、10ステージまでねクリアしました。結構これバカみたいですけど、挙動が難しくて面白いですよ。難しい。これ動画でダイヤ10個ゲット、ダニエル更衣室で、そうだよね、なんかあんのかな。一回動画を見てみましょうか。はい、エレメンタルストーリーズのね、楽しそうな動画を見てダイヤを10個ゲットしました。でダイヤは何に使うの。やっぱり更衣室、そうだよね、ダイヤを5個使ってダニエルの服をゲットするってことね。あ、星30以上か。でストライクを、あ、なるほど、ストライクを取ればダイヤをゲットできるよってことね。じゃあちょっとこの服だけ見てね。ダニエル、ちょっと刺激的すぎない？これ変身しようか。ダニエル、今か今かと思ってますね。コスチュームチェンジをして。そしたら、ちょっと待ってね、これで、一回やろうか。ね、おめかししたダニエルで、はい、じゃあ、これでね、終わりたいと思います。結構ね、見てる方はね、イライラするかもしれないんですけど、これ本当にボールの挙動がね、すごく難しいので、ぜひ一回、体感してみてください。皆さんもね。はい、行くよ。よいしょ。あ、ちょっとちょっと。よし。はい。ね、本当だったらね、こう、バシーンとストライク取ってね、終わりたかったんですけども、皆さんも一回ね、体験してみてください。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバーイ。